演劇集団青の会 YouTube チャンネル、ちょい足しレシピ、豆です。今回のちょい足しレシピ、カップヌードルトムヤムクン味にフルーツをちょい足ししまーす。今回のレシピは日清食品の社員さんおすすめレシピ、カップヌードルトムヤムクン味にパイナップルをトッピング。もしかしたらパイナップル以外にもいけるフルーツがあるんじゃないかということで、いくつか試してみたいと思います。このレシピやられたことがある方はコメント欄に感想をお願いします。私は今から食べますので、同じ感想だったら嬉しいです。では早速作っていきます。3分経ちました。カップヌードルトムヤムクン味の出来上がりです。まずはこのまま一口食べてみたいと思います。いただきます。よいしょ。わい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 、美味しそう。なんかね、アジアンな感じの香りがします。めっちゃ美味しそう。ではでは一口いただきたいと思います。よっ、あ、熱々熱々、いきます。あ、なんかね、ちょっと香辛料の香りがしてきますね。いきます。うん、おいしい。辛っ。うん、うんうん、なんかね、ちょっとなんか酸味があります。この程よい辛さ、酸っぱ辛い、これが癖になりそう。めっちゃ美味しいです。ではここへフルーツをトッピングしていきます。このフルーツをね、ちょっと分けていきたいと思います。お、なんかピックがついてる、すごい。ほら、おお、開いた。あお、取れた。この缶詰にはパイナップルと桃が入ってるので、ちょっと別々に出していきたいと思います。はい、パイン、パインちゃんたちです。よいしょ。はい、桃。あ、いた。あ、めっちゃ飛んだ。あ、めっちゃ入ってる。こんな感じ？どう？こんな感じかな。ほい。あ、検証します。カップラーメンを3分の1ずつに分けます。はい、では3つに分けました。フルーツをトッピングします。じゃあこの子はパイナップル。お、転がっていった。はい、この子は桃。あ、つかめない。はい、で、これ最後、みかん。お、なんか色が一番馴染んでる気がする。はい、できました。カップヌードル、トムヤムクン味、フルーツのせ、出来上がりです。早速食べてみようと思います。まず1個目、社員さんおすすめのパイナップルのせ、いきたいと思います。うん、香りはそのまま、トムヤムクンの香り。うん、なんかこのままパイナップルだけ先食べちゃいそうなんですけど、パイナップルと一緒に麺を食べたいと思います。うわ、ドキドキする。ちょっと怖い。うんうん。いきます。うん。うん。甘っ。甘い。めっちゃ甘い。ちょっともう一回食べてみますね。おいしい。トムヤムクンなのに甘い。次、応答いきたいと思います。桃ですね。これは、うん、なんだろう。普通に桃が乗ってる感じがする。
またこれもね、あの桃と一緒に食べたいと思います。いきますよ。桃だ。これはちょっと違うんじゃない？ご飯とデザート一緒に食べてる感じ。次、みかん。一番ね、なんかこう色がね馴染んでる気がするんですけど、さてどうでしょうか。これもね、匂いはね変わりないです。うん、変わんない。さてさて、これはあのご飯とデザート一緒に食べてる感じ。みかんはみかんってくるし、トムヤムクンはトムヤムクンってくるから、あ、ちょっとバラバラな感じがする。これは多分ね、別々に食べた方がいい気がする。はい、食べました。ごちそうさまでした。いろいろお好みはあると思いますが、私が美味しいと思ったのは一つ目、パイナップルでした。まずね、しょっぱいのに甘いのを合わせるっていう発想がすごいなと思いましたね。うん。で、同じ甘いなら合うのかと思ったんですけど、さすがにちょっと桃とみかんはあの別次元の食べ物かなっていう感じがしました。それぞれで多分食べた方が美味しいんじゃないかと私は思います。パイナップルだけはね、なんかね、トムヤムくんと会ったんですよ、不思議なことに。これね、ほんと不思議でした。もう新しい発見ですね、これね。はい、ということで最後に激うまレベル判定いきたいと思います。激うまレベル、星3つ中星1個。あ、箸落ちちゃった。美味しかったのは美味しかったんですけど、そうね、またやりたいかと言われると、私はちょっとトムヤムクンそのままで食べた方が好きかな。ただね、あのしょっぱいのに本当に甘いのを合わせるっていうその発想はさすがだなと思いました、本当に。はい、よろしければ皆様もぜひお試しください。演劇集団青の会 YouTube チャンネル、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた来週。